どうもパパです。今回の絵はらきチャンネルは箱根旅行の最後の日に餃子センターに行ってきました。もうこのあんかけの餃子本当美味しかった。いろんな種類の餃子を食べまくりでもうとわくんも満足です。見てください、どうぞ。テンション高いコンビネーションのオープニングですけども、今日は来ました餃子センター。箱根でね、有名なところでいろんな変わり種餃子あるみたいですから、ねえ、そうそう、駅っぽくなんかおしゃれにしてんのよ。じゃあもう早速食べに行きましょう。すごいな、これなんかめっちゃあるな。え、チーズ餃子めっちゃ美味しい。箱餃子なんか食べたことないね。スタミナも欲しい。鶏皮餃子たまらん。鶏皮餃子もね、鶏皮がすごいカロリーやからもう食べてなかったんですけど、餃子美味しそう。美味しいに決まったんが、もうこれは何人前食べれるか耐久レースのスタートですね。水餃子のダッシュはやっぱりおとちゃんは外せないですか。頼まないで、おとも破裂する。怖っ。揚げ餃子入りキムチラーメンだって。揚げ餃子入りキムチラーメン美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃない。なんかちょっと変わったメニュー多いね。満席、これだってもう閉店前、そう、閉店前のに満席って結構人気あんねんな。入れる？入れます。大丈夫です、大丈夫です。でん、怖くない？でん。四姉妹みたいな、あなたたち4人で並んでたら。もうトアさんはもうバナナに夢中ということですね。ご飯丼一杯食べてたよ。丼一杯じゃあ、あの茶碗一杯。昨日ね。昨日びっくりしたわ。すごい、プラスおかわりしてたよ。爆裂食べたんですよ。チキン焼いたやつも食べたし。いやもう茶碗一杯食べるようになりました、お兄さん。おお、来た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 、美味しそう。今回爆裂に頼みましたんで爆裂に行きます。はい、行きますよ。はい、チーズ。はい、これチーズ。よいしょ。はい、箱根餃子。はい。うるもち。あー、やっぱそれ大事ね。だって餃子なんだ。はい、スタミナ餃子。どれが出るか分からん。どれだっけ？あ、どれだっけ？はい、ありがとうございます。待って、チーズどれだっけ？ちょっと待って、すごいことになったぞ。すごいことになったぞ、これ。来ました。デレン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 デレレレデレレレ。すごい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 。なんかもう全部煮すぎてさ、うん、分からなくなるね。これはすごいな。はい、来ました。おおおお、え、これすごい揚げ餃子。なんかあんが、これ何あんが違うね。くーちゃんも水餃子食べる。うん、プルプルしてる。これノーマルの皮とさ、水餃子の皮ちゃんと変えてるね。プルもちだ。うん、パパ鶏皮今食べてんけどめっちゃ美味しかったけど、なんかスパイシーだよ。うん、あんがね。みなさん、それ何？これ箱根餃子だ。どうでしょうか。あるかな。この野菜。あん、味ついてんの？結構結構いかれない。あ、そう、圧巻やな、こうやって見たら。ふーちゃんがフードファイターみたいで今ロシアンフーとして活躍しそうや。ロシアンフーちゃん。鶏皮どう？え、おいしい。うん、餃子っぽくない、あんまり。なんか、うんうんうん、肉を巻いてるみたいな。今肉巻いてるんですけどね。
おじゅまじゅおいしい、おじゅまじゅどろりエビですね、これ、うん、スタミナのニンニクすごい、あ、キムチたっぷりやね、キムタプやな、これチーズ餃子と一緒だな、これスタミナのニンニクすごいっしょ、スタミナって感じやろ、ほんとこんな入れるのね今日はね、箱根旅行の最終日なんですけど、皆さん、うん、よかったですか、めっちゃ楽しかった、楽しかった、なんか箱根バイバイって寂しい、まあまた来ましょうね、うん、いい思い出になりました、うん、思い出作った、ママが企画したから、うん、なんかそうね、今年はね、うん、箱根もフーの頭の中のお気に入りに入った、ほんの、うん、箱根って静かだよね、ゆっくりしようと思って来ようっていうところ、あの箱根のホテルでよかったけど露天風呂が美しい美しさで見てるからね、やっぱり、うん、おじちゃんは、あと森にさ、雲、あ、霧があってさ、めっちゃ綺麗だったね、うん、あと、アソブロ行くときに、なんか鳥のさえずりを聞きながら、景色を見ながらお風呂を楽しみながら、すごい良かったね、さえずり温泉旅行とか初だね、家族でさ、みんなで決まるってさ、今日久しぶりだね、うん、キムチが美味しいなんだ、そこ、あいだ、ムツオさんみたいなこと言うから、キムチも美味しいんだな、キムチ欲しいわ、キムチが美味しいんだなって言って、キムチ美味しいんだなミツオってどういう意味って言った、ご飯と一緒に、すごい顔、ご飯が進むくん、うわすげえ、こんな中途半端でうまそうは思いません、似てる、そうですか、そうパパランキングで一番この中でさ、うん、なんか美味しかったのある、パパの中で、うん、そうだな、いや全部美味しいですよ、あ、トリカワケーキ美味しかった、トリカワか、これ人気らしい、人気やね、では問題です、はい、クーが好きな餃子は何でしょう、キムチ、違う、チーズ、違う、違うの、うん、チーズは2位だった、え、今正解、揚げだ、揚げ料理だね、じゃあみんなで先ハマってる YouTuber 言おう、いや、大きい順番だ、はい、落合監督の俺流チャンネルはい、ということで今回は餃子センターに来てですね、まあ、あらゆる餃子を網羅しましたけども、え、うたくんが寝ました、こういう時もあるよね、うた普通やったら一番テンション上がってめちゃくちゃ食べてるのにな、そうそうそう、さっきかなり遊んだから、はい、美味しかったですね、なんか全部の餃子いろいろ考えられとったな、揚げ餃子びっくりしたけど、あんかかってて、鶏皮も超美味しかったし、富士餃子が一番だったすごいな、おとちゃんやっぱり辛いのとか大人の味好きだね、うん、で揚げ餃子、あ、水餃子と富士餃子が美味しかった、すごい、みゆちゃんは、みゆはチーズと水餃子と、うん、まあ、全部美味しかったけど、まあ、そう、そうか、パパタコ美味しかったんですよね、珍しかったから、美味しかったね、オーソドックス、うん、ママさんは、あ、それね、なんか海鮮の味したのよ、めっちゃね、よかったら皆さん箱根に来たら餃子センター来てみたらいかがでしょうかということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、また見てね、バイバイ。